ノトリョは、日本海軍の運送艦、後に水上規模艦に改造された。艦名は、宗谷岬に相対している、カラフト南端の西ノトリョ岬による。ノトリョは88艦隊計画の給油艦の位置艦として1920年に竣工した。若宮の老朽化によりその代艦として1924年に、 佐世保交渉にて水蒸気母艦への改装工事を実施。改装内容は、若宮とほぼ準じた形であるが艦型が大きいため、搭載機数は倍増している。また、給油艦としての機能もそのまま残されていた。対象年間には、軍馬との運用試験を行っていた記録が残る。1934年、特務艦から、水蒸気母艦へ、類別変更。 日中戦争などに参加。1941年、搭載機を下ろす。大戦中は、航空機輸送、重油輸送に従事したが3度の雷撃で損傷。終戦時はシンガポールにあり、未修理のままオイルタンクとして使用されていた。戦後海没処分。知床型給油艦の一石として建造された。詳細は、知床型給油艦を参照。 水蒸気母艦への改造は、ワシントン軍縮条約直後の1923年に、計画され、翌1924年に、佐世保海軍交渉で工事が行われた。環境前後の上、甲板に装甲を覆う、関パンフラットを設けて水蒸気の搭載位置とし、その髪型には、鉄骨効いたりの天外を設けた。天外は、右舷側が開放されており、そこから、 水蒸気を収容した。水蒸気用収容のデリックは、前後のデリックポストを補強、延長して、それぞれに一機ずつ設けた。射出機は、当時の軍縮条約の制限で装備されなかった。5看板には、発動機調整所が設けられ、最前部のサンマータンクを改正して、第2看板に、軽出油庫を設けたほか、兵員室や飛行機用の諸工場も設置した。 選手楼直後には、飛行機への車風のために隔壁が設けられ、空気抵抗が増したため速力がいくらか低下した。また、天外を設置したために、環境からの前方視界が悪くなり、改造完成直後に、全部マスト部分にパイロットハウスが設置されている。上述のように給油艦としての装備はそのままで、給油艦兼水上規模艦として使用された。 1937年に改装が行われ、天外は撤去された。洋木上では 12cm 単装砲2門、8cm 単装広角砲2門であるが、実際には、缶前後に砲台のみが設置されていた。1938年頃の写真には、前後の砲台に 8cm 広角砲の装備が確認される。 アゴ作戦後の状況は8センチメートル広角砲2門、25ミリメートル、機銃連装4機、13ミリメートル機銃連装2機とされる。宇宙令平成帝の昭和10年までの機数は以下の通り。1937年の修理完成後は94式水上偵察機4機、95式水上偵察機4機とされる。 1941年7月に搭載機を藤川丸に移し、固有の搭載機はなくなった。艦長たちの軍艦誌185から187ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦法に基づく。階級は就任時のもの。今村治中佐。 1934年6月1日から1934年11月15日、坂巻宗高大佐。1934年11月15日から1935年11月15日、上野慶造大佐。1935年11月15日から1936年12月1日、中村安蔵中佐。 1936年12月1日から1937年10月2日、岡田次作大佐。1937年10月2日から1937年12月1日、柳本竜作大佐。1937年12月1日から1938年11月9日、早川三清大佐。 1938年11月9日から1938年12月5日。来島茂雄大佐。1938年12月5日から1939年7月1日小旅行、行大佐。1939年7月1日から1939年11月15日。秋山活動大佐。 1939年11月15日から1940年4月5日、佐藤史郎大佐。1940年4月5日から1940年10月19日、山形春二中佐。1940年10月19日から1941年6月25日、堀内香大佐。1941年6月25日、吉田史郎大佐。 1942年7月15日から、ありがとうございます。